はい、お昼ですね、今日はみんな大好きスパゲティをね作っちゃえということで、俺食えねえじゃん。いいやん。これがこの間作ったミートソースね。ひき肉入ってません。だからずいぶん長く持つし、いろんな味に合わせることできるんで、おすすめですね。で、こちらがひき肉でございね。ひき肉これね、ひき肉ね、なんと安売りひき肉、早く食べなきゃね。それでこれが大事なんですけれども、あ、凍ってるよこの鶏。まあいいや、あれ、なくなっちゃったな。せっかく大事だとか言ったのに。牛肉があったんですよね。牛肉こうダーッと刻んで入れるとちょっとひき肉のお味がようなりますからな。ようなりますからな。あ、しまった。使っちゃうとこの餃子の皮が浮くぜ。またじゃあひき肉が使えないんだよって感じで、人生は淡々と進みます。今日はハタハタですからね。これで夜はひき肉、あ、唐揚げにしますか。これも唐揚げにいいですね。唐揚げにでも焼いて食っちゃうかな。悩みますな。もう弁当もいらないし、鮭焼いてみようかなーって感じだね。よいしょ、ということで、私は食わないんだけども、もうまだまだパスタがここにございますね。これやっぱ食べる人もいるから、これをやっつけなきゃダメだね。で、パスタを煮ながら鮭を焼いてミートソースを作って、なんていうの、ほら、これ買っちゃいましょう。これね、すごくいいね。もうそろそろ10年だから、部品保有期間が切れるんでなくなっちゃうからね。そんなことを考えたら買った方がいいねっていうことで、パスタはこれで茹でます。煮しめ作ったり、パスタ作ったり、最高にいいですよね。最高やねん。で、このパスタはここでこうやって、おじいちゃんもね、朝食べるし、子供も食うし、みんな食うから、ちょっと煮といてもいいでしょうね。で、これは鮭ね。鮭は焼いて食べますよ。何でもそうですけれども、料理は最初にオーブンで焼く鮭とかをやっつけちゃいますね。もうこれご飯のおかずにしない、このまま食っちゃってしまいますけどね、僕はね。うん、まだ大丈夫ね。全然問題ないし。スタートは。で、パスタ入れるときも原則は、塩は一番最初に入れるってね。もう、パスタなんか食わねえんだけどよ。やっぱりね、昔すごくイタリアの料理好きだったから。で、パスタ余ったら、夜は裏側にもなりますからいいんじゃないでしょうか。ダラダラダラと煮立てと。で、こちらに今度はニンニクを刻んで、肉入るからね、ニンニクを刻んでやりましょうかね。にんにん、誰それ。忍者服部くんだよ。知らないんか、お前。俺も見たことないんだよね。あれ誰だったって書いてあった。赤塚不二夫さんじゃないし、藤子不二夫さんだっけ、服部くんって。ああ、なんかいても立ってもいられない。なんだろう、あれ。こっちもトマトソースには全くニンニク入ってないですね。ニンニク嫌う人も多いし、まあ多いけど、まあ別にこれ食う人は嫌わないんだけど、みんな知ってる人ばかりだから。俺とかガーリックオイルはね、もう僕大好きなんで、しょっちゅう食べてますね。体にどうのこうのっていうより、うまいからね。うまいからです。うまいから。
体に悪い、血液サラサラになるんですよ。バカだよね。サラサラもドロドロもねえよ、ほんとに。血管ってのは細胞の塊なんだから、細胞が筒状になったものなんだから、ものすごく融通が効くんですから。もう平気で昔はね、あの、融点の高い血液、油を、牛はそうだから、牛の油はあんまり良くない、豚の油はあんまり良くないとか、魚の油はいいとか、バカな俺ばっかり言ってる。なあ、お前、食べたもんがそのまま体の中で動くかよ。動くんだよ。なんで動いちゃダメかっていうと、豚のインシュリンってのは人間にも効くわけだから、人間の体の中入ってきた豚肉の中にもし豚のインシュリンがあったとしたら、血糖値低くなって死んじゃうでしょ、人間が。だからダメなの。さまざまな理由があった上で私たちの体ってのはそうなってるわけだから、それもちゃんと理解しない上でさ、タンパク質ってのはもう分解されるタンパク質もある、分解されないタンパク質もあると当たり前でしょ。ねえ、ねえ、そうでしょ。そうでなかったらね、風邪のウイルスとかか、食事だけじゃないんだからさ、タンパク質がこう入ってくるって、そんなこともわかんないから。お前ほんとバカね。あ、バカってダメなんだよ。一言バカって言うと、その人ほんとバカなんだよ。で、これ、クチ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 ってなったところで、ニンニクはみんな入れて、戻しちゃわないと焦げちゃいますからね。クチ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 ってなんだよね。このクチクチがいいんだよ。あ、こっち見せないとダメだね。はい、見えますか？このね、ニンニクがクチョ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 。見える感じですね。見える。ミエルの不思議な旅、あ、ニスルかあれ、ニルス、イルス、イルスはいないのにいるって言うんだよ。じゃあいるのにいないっていうやつだね。イルスの不思議な旅。イルスしてんかあいつ。今ニルスはいません。ニルスがイルスしてる。面白い、バカだ俺。ちょっと疲れてるようですよね。もうぐつぐつ煮えてきました。まず塩をよく水の中溶かし込むんですね。そしてこのフライパンは海になるんです。パスタが泳ぐ海になる。ああ、いい香りがしてきた。うわ、ニンニクがいい香りしてきたよ。ああ、ニンニクいい香りだね。どうしよう、なんか木に登ってガオをドンドンドンとかやりたくなるよね。なるんかよ、お前。本当にそんなになるんか。なりません。嘘です。このぐらいでね、ニンニクはね、揚げといた方がいいんですよ。加熱がずっと油の中で進むんで、ニンニクの中にあの、ある、なんか水分がどんどん取れていってるんでね。で、この中にニンニクくんを入れてやろう。ほい。ひき肉くんを入れてやれ。ほい。やっぱりひき肉くん。ひき肉くん、入ってくると思います。わかりました。頑張ります。ででーん、ででーん。僕はあんまりひき肉をこうかき回さないとね、このまんまボロボロってなっていくのは楽しむ方ですよね。で、こっちね、こっちはまあ200ぐらいで、まあ8分ってどこかな、ちょうど入るんだよね。ちょうど入ります。8分、ゴー。じわじわとこのひき肉がやっつける。いけない、これちょっとね、まあ、回しとかないとダメ。ちょっとだけでいいんですよ。パスタはね、あの、いっぱい回すダメね。こうゆっくり中でグルテンを逃がさないようにするってのは大事だけどね。で、揚げたらすぐオリーブオイルたっぷりやっていくからね。こちらはこのままね、ひき肉を油が出てきますね。油が出てくる、ひき肉くん、油が出てくる。お、焦げてきてます。
っと焦げてきてね、中凍ってるね、これね。凍ってるじゃないか。そんなことでいいと思ってんのが、氷の女と言われた、誰だっけ、氷の女って。さっきは鉄の女だったよね。全然間違ってたよ。氷の女じゃないよ。なんか今週いい加減あれだね。あんまり厳しくないね。ああ、いいね、焦げてきたね。ずいぶんこれあれだな。で、パスタの容器ね。うん、いい感じだ。はい、いい感じと。じゃあここに、このミートソースとかね、入りますね。ミートソースはコマドーロですね。パスタコマドーロが入りますね。あー、いけない。赤ワインで味飛ばすのが作ってた。まあいいよ。勘弁。勘弁じゃ済まないよ。でも美味しそうでしょ。こいつは焼けた鮭の上にドローなんて食べちゃうともう最高だよね。夜はこれで何かにします。ああ、ニンニク油入れて先にちょっと肉と味を締めるべきやったな。まあ、しょうがあるまい。お、パスタは美味しそうだね。パスタの塩味はちょっと入ってるんで、こんな塩味でしてるのか、そこそこいいとは思うんですけどね。ちょっと味見してみましょうか。うん、いい味だ。ちょっと塩が入ってるかね。うん、美味しい美味しい。あと2分でパスタがかかりますね。固めでも柔らかめでもいいでしょうね。で、僕はそらぶんはちょっとのけておきましょうかね。私が食べる分はちょっとこっちに避けて、
これがミートソースの部位なんですかな。ミートソースの方はもうちょっとしょっぱくてもいいと思うんだけどね。まあいいか。うん、待てよ。親指のパスタと、よくわかんない。もうちょっと作んないとダメか。まあいいよ。いいですね、しょ。よいしょ。シャケシャケ。はい、しますね。たまに。お、シャケも。よそげだね。私はパスタ食べないから、このシャケを食べちゃうけどね。それでお昼ご飯。とんでも8分。うん、ちょうどそうだね。で、子供の分でしょ。これが親父。昔ながらのミートソースできました。うん、まあそうだな。ちょっと俺も食わしてもらおうかな。ね、ちょっと俺も食わしてもらおう。で、これはこのまんま、冷やしていきますね。美味しいですよ。で、
てパスタを食べるとドカンと口のある。私はこれを食べる。で、子供帰ってきたら彼はこれを食べるからね。うん、切り替えるところですよ。あ、ひき肉が入ってるからすごく美味しいね。2日か3日前に作ったトマトソースだもんね。これを食べるでしょ。これを温めるわけでしょ。で、しばらくカメラで出てきたのがこの人でしょ。本当にね、男性多分美味しいからちょっとだけ僕もらっちゃうこんなもんでいいんじゃないかな。これがおじいちゃんですかね。はい、88歳の人用のパスタ、まだ元気な人用のパスタ、僕のパスタね。このぐらい食っても儲けていけると思うんじゃないかな。体に見合った炭水化物を取れば十分 OK ね。人生楽しくいきましょうね。まゆちゃん、まゆまゆ。はい、じゃあ午後からも頑張って仕事しましょう。